今回は高橋克彦の隠れ里を朗読します。苦しい。大丈夫ですか？顔色が真っ青。救急車呼ぼう。人がめったに近寄れない山奥に御殿のような家が建っていて、屋敷内には金銀財宝が積まれ、美しい娘や極楽とも思える庭があります。そこにたまたま迷い込んだ者は一生の裕福が約束されたといいます。これが遠野に伝わる隠れ里の伝説です。柳田国男は遠野物語の中で隠れ里の話をいくつも紹介しています。今日は地元の歴史に詳しい岩木さんの案内で隠れ里の真実に迫ります。この白身山のふもとに隠れ里があったとする根拠は何ですか？岩木さん、隠れ里伝説に関係する地名を遠野周辺の地図で調べたら、奇妙に白身山に集中していることに気づいたんですよ。白身山をキーワードに遠野物語を読み直すと、なぜか隠れ里の背後に天狗だとか鬼だとかの影がちらつくんです。で、ひょっとして三陸海岸に漂着した外国人が難を逃れて隠れ住んだのではと考えたんです。つまり初めて外国人を見た村の人が彼らを天狗や鬼と思ったと？ええ、山奥に西洋風の建物があれば誰だってこの世のものとは思わなかったでしょうし、外国人たちは自分らの所在を口外されては困るから迷い込んできた者に金銀を与え封じ止めしたと。で、金銀をもらった連中も外国人たちを天狗や鬼と信じていたので、めったに封じを滑らせない、まあ、約束を破れば何されるかわからないと思ったでしょうからね。それが隠れ里の真相だと睨んで、こうして白身山のあっちこっちを調べ回ってんですよ。遠野に向かう電車の車内はガラガラに空いていた。有名な観光地なのに電車を利用して訪ねる観光客は少ないのだろうか。けれど気持ちはいい。秋晴れの青い空に紅葉がくっきりと鮮やかだ。私の心は弾み始めた。あの出来事の手がかりが何も見つからないとしても構わない。東北のうまい空気と景色を楽しみに来たと思えばいいのだ。遠野を訪れるのは実に20年ぶりである。それでどういったご用件なんです？この前のテレビです。隠れ里を探す番組、岩木さんが道案内役をしてらした。映っていた景色に見覚えがありまして、行って確かめたいんです。確かめるって何人で来られたんです？私だけですが。一人ではとっても無理です。迷いますよ。ですから詳しく教えていただきたいんです。見覚えがあると思ったのはきっと何かの勘違いでしょう。あそこは人が簡単に行けるところじゃない。だからこそ隠れ里なんでね。テレビカメラも初めて入った。
放送中ずっと胸が締め付けられるような思いでした。崖から突き出た猿の顔に似た岩や野原の真ん中にある丸い池を見ているうちに涙が止まらなくなって、もしかすると私が記憶をなくしたことと関係があるかもしれません。記憶をなくした？今から20年ほど前、高校生の時でした。私は遠野の警察に保護されました。持っていた定期券で名前と住所が分かり、すぐに両親が東京から迎えに来てくれましたが、それまでの記憶をすっかりなくしていたんです。あの事件、あなただったんですか。わかりました。これから迎えに行きますから、そこにいてください。実に奇妙な事件でしたからね、よく覚えてますよ。遠野でもしばらくはその話題で持ちきりだった。病院で検査しても記憶障害に陥るような原因は見当たらなかったんです。なのに自分の名前はおろか、現住所も家族も友人のことも全て忘れて。今はどうなんです？同じです。遠野で保護される以前の記憶は全く。両親は私が遠野に出かけたことを承知していました。高校の山岳部に所属していたので、林根山登山でもしようと思ってたのでしょう。しかし遠野で保護された時、あなたは普通の服を着てたそうじゃないですか。冬山登山の格好ではなかったと。それは私にも母親の話では見覚えのない服だったと。記憶をなくしたことはともかく、あの場所とはやはり無縁だと思いますよ。どうしてです？あそこは特に雪深い場所でしてね、あなたが行方不明だったのは1月の中頃、雪景色しか見ていないはずだ。猿に似た岩や丸い池は雪に覆われて隠されてます。でも確かに見覚えが。山岳部なら全国の山を歩いてる。猿の顔に似た岩や丸い池はそう珍しくもないでしょう。何度も言うようですが、あそこは簡単に行ける場所じゃない。つい最近まで地図でも空白地帯だったところです。僕が目をつけて調べ始めたのも5、6年前からです。あの赤い L 字型の岩がありませんか？途中で割れていて3つの岩が並んだ形に見えるような。なんでそれを？池のそばにあったのを思い出したんです。あそこは番組では撮影しなかったとなると、やっぱり信じられないが、そうなのかな。それ以前にこちらへ来たことはないと思いますが、何しろ記憶がないので断定は。だったら雪のない季節に登った可能性もゼロというわけじゃ。他に何か覚えてることは？大きな屋敷がありました。あの丸い池からそう離れていない場所に。大きな屋敷？ええ、そこに何十人も一緒に暮らしていて、それがすごく懐かしい。屋敷の庭や美しい庭がありありと浮かんできます。まさかそれこそ何かの記憶違いだ。20年前のことでしょ。その時あったものなら土台ぐらいは残ってそうなもんだ。だども池のそばにはそれらしい痕跡は何にもありませんよ。はじめまして、笹川雅代と言います。どうも。隠れ里探しの仲間でしてね、明日同行してもらうことにしました。人数が多い方が安心だ。遠野には何度か来てるんですか？いや、この20年は一度も。記憶をなくした場所なのに？恐ろしくて近づけなかったんですよ。また同じ目に遭ったらたまらないという気持ちもあったし。白身山の麓までは車で行ける。あとは山菜採りの人間が踏み固めた狭い道を歩いていくしかない。それほど高い山ではないのだが、地形が複雑で何度となく上り下りがあるので時間はかかる。
足には自信があったのに、1時間以上も歩き続けるとさすがに息が上がってきた。この調子では地図があっても迷った可能性がある。岩城と正代の案内に感謝しなければいけない。あなたはどうして隠れ里なんかに興味を？夢があるじゃないですか。せっかく遠野に生まれたんですよ。本当にあったのなら探し当てたいわ。だけど怖い場所かもしれない。怖い場所？どうして？どうしてかな、そんな気がした。何か思い出したことでも？あの屋敷で暮らしていた記憶が確かにあるんです。金箔の襖に孔雀が描かれていたことや、庭に桃の木があったことも思い出した。春には桜が咲き、夏には池でみんなと遊んだ。ありえないですよ。それが本当なら最低でも1年以上過ごしたことになる。だどもあなたが行方不明だったのはほんの数日間だ。寒さで幻覚でも見たんでしょう。だいたいこんな高い山に桃の木なんて。あそこは普通の場所じゃない。外国人が隠れ住んでいたのでもない。私の周りにいたのは家族だった。あなたたちはここで帰った方がいい。大丈夫、僕らは何度もあそこに。今日は私がいる。これまでとは別だ。嫌なことが起きそうな気がして仕方がない。嫌なことって？あそこは私たちの世界なんだ。入り込んでくる人間には容赦しない。気が高ぶってるようですね。戻るなら一緒に。あなた一人を残して帰るわけには。ならば行くしかない。ここまで来て後戻りは。ひどい霧、ミルクの海を泳いでるみたい。こんなにガスったのは初めてだな。足元もはっきりとは。池が近いせいだ。そこから霧が広がって。はぐれるといけねえ。手つないで進もう。あなたの手どうしたの？え？おい、何か聞こえなかったか？誰かいるのか？何なの今の笑い声？鳥だきっと。赤ん坊に似た鳴き声の鳥もいる。帰りましょう。あれ人の声だったわ。まさかこんなとこに誰が。ふざけるな、出てこい。行かないで、危ないわ。畜生、待て。岩城さん、どこなの？戻ってきて。さあ、もうちょっとだったのに。何がです？3、4人の男の影を見ました。僕らをからかってんだ。からかうって？テレビを見て隠れ里を探しに来た連中さ。こっちが霧でビビってると知っていたずらを。でもここは子供連れで来れるとこじゃ。ねえ、それよりもう一度手を握らせて。いいけど。熱いね、君の手。違うわ、あなたの手が冷たすぎるのよ。まるで氷みたい。そうかな。どれどれ。わ、一体どうしてこんな。霧で体が冷え切ったせいかな。脈はどうなの？測らせて。どうだ、やっぱり変化。脈が探せない。血管は見えているのに。岩城さん、この人に脈はないわ。どういう意味だ。普通の人間じゃないってことよ。何言ってんの。変なのは君だよ。この人のどこが普通じゃないって。思い出した。な、何をです？一昨日の夜、俺は死んだのかもしれない。苦しい。大丈夫ですか？顔色が真っ青。救急車呼ぼう。
意識が混濁して新宿の路上に倒れ込んだ記憶が蘇った。通行人が救急車の手配をしている。数年前から心臓の調子が良くなかった。どうやら戻る時期が来たらしい。それから後のことはよく覚えていない。気づいたら東北新幹線に乗っていた。頭の中を占めていたのはつい最近テレビで見たこの場所の映像だった。あんた死んでるわけないだろう。ゆうべだって一緒に酒を飲んだじゃないか。体だけ死んだということさ。ここに来るまでは体が必要だった。魂だけでは君たちに道案内も頼めない。だけどもうこの体は必要ない。おい、どうしたんだ。今度こそ本当に死んだのよ。ほら、呼吸も止まってる。あ、霧が晴れたぞ。何なのあれ。あ、伝説通りだ。まるで御殿だよ。本当に隠れ里だったんだな、ここは。誰？あの人たちは。いや、こっちに来ないで。一族が集まってきた。岩城と正代にも分かるように大抵が人間の姿をしている。兄様は坊主頭の子供に化け、妹は成長したところを見せたいらしく黒紋付きを着た中年の女になっている。霧の中から鮮やかな色彩が広がる。庭に咲き乱れる花々の色だ。キジが何羽も遊び、太い木には白い桃が実っている。屋敷の縁側に祖母様が寝そべっている。白い猫の姿を借りているので、岩城と正代にはそれが里のまとめ主であるとはわからない。私は祖母様に帰郷の挨拶をした。この二人にも誰かが入って戻さねばならぬぞ。さもなければここで殺さねばならん、と祖母様が言った。兄様と妹が岩城と正代に入ると申し出た。私の時と同じだ。20年前里に若者が迷い込んできた。死なせるにはあまりに若すぎた。祖母様に頼み、私が若者の体に入ったのだ。若者の記憶と私の記憶が同時に消えることになるが、何としても救ってやりたかった。そうして私は人間の世界を20年生きてきた。兄様と妹も同じ体験をしたくなったらしい。遠野の町ではまた騒ぎが持ち上がるだろう。記憶を失った人間が明日には二人も町の中に現れることになるのだから。今回の朗読はいかがでしたか？それではまた次回お楽しみに。
Thank you.